改めまして、中村です。マフィア梶田です。さあ、最初のコーナーはフリートークでーす。梶田くん、最近どう？中村さん。お誕生日おめでとうございます。いえ。あ、僕、2月ですよ。梶田さん。中村さん。時間がかかりました。今、もう4月です。うん。知ってます、知ってます。最初に言いました。もう2月生まれです。うん。でも受け取ってくれませんか？わかった。僕の気持ちのこうしたプレゼント。これをね、海外から取り寄せるのに苦労したんですよ。あ、そういうものなの？ええ。大丈夫？日本であっても大丈夫なやつ？ちょっとダメなんじゃん。大丈夫？ここカットだよ。それ、いや、それは個人の裁量っつうか。あかんやつならカットやで。革ジャンなんですけど、ぜひこれ着てみてください。これね、はい、なんとなく分かったよ。おい、これ、アベンジャーズじゃん。キャプテンアメリカの革ジャンです。めっちゃかっこよくないですか？かっこいいね。でしょ？ちょっと着てみてくださいよ、それ。なんか、最近さ、この間、杉田がさ、ドリフターズのイベントがあったんですよ。はい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 、それで一緒に出てて、はい、方向一緒だったから、じゃあ一緒に帰るかって車に乗ってる時に、急に携帯見せてきて、中村はこれいいと思わない？って言い出して、キャプテンアメリカの服風の革ジャン。だからこれじゃない、また別なのがあるのよ。同じこと考えてた。そうそう。今、なんか予約受付中かなんからしいんだけど。もしかして、まんまキャップ配色のやつですか、ね、あ、そう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 。青と白の。恥ずかしいなって言ったんだけど。俺が今渡したのは、黒とシルバーの星の銀のやつなんですけど、ウィンターソルジャーかなんかの多分仕様だと思うんですけど。そうかっこいい！恥ずかしくない？大丈夫っす。すっごい、ウルトラ警備隊みたいです。おい！おかしいだろう。キャプテンになるはずだろう。なんで警備隊になっちゃったの？やっぱ締めると超かっ、うわ！ボディアーマー見て。いいっすね。あ、かっこいい！大丈夫？ウルトラ警備隊みたいです。ちょっとそういう、あれなんだよね。うん、なんか、キャプテンのカラーってよりは、うん、なんか組織っぽいんだよね。そうですよ。アベンジャーズカラーつうか、シールドの感じはするね。青と白のもあったんですよ。ただ、それだとさすがに中村さん着れないだろうなと思って、日常生活で。青と赤とシルバーの俺着てうろうろしてたら怖いだろう。でも、それなら、衣装に使えるじゃないですか。黒と、まだね、黒とシルバーならね。うん、ちょっと暑いけどね、今。うん、だからまあ、いや、ありがとうございます。季節を考えなきゃいけないですけど、結構ちゃんとした革でできてるんで。デザインはね、すごくシックでいいですよ。ぜひぜひそれをね、着てもらって、はい、なんかこう、イベントなんかに出てもらえると。これで出れるイベントは限られるなちょっと検討します。ありがとうね、本当に。いやいやいや、いいもの見つかりましたよ。はい。